こんばんは、プーリーです。今日は、ベトナムソーセージポークホローニャを作りたいと思います。題してプリのポークホローニャー。では早速、食材から。国産豚ひき肉、ナンプラー、塩コショウと隠し味にこのバジルの粉を使います。あとベーキングパウダー、この人参を刻んでみじん切りにして一緒にやろうかな。パプリカの赤も少しみじん切りにして、入れていきたいと思います。パクチーとトマト、あとキュウリ、あとはソースは、ケチャップとマヨネーズ混ぜて、あと塩と、レモン汁ちょっと加えて、ソースを、つけて食べるって感じにしたいと思います。ではまずボウルにこのひき肉を細かく刻んだやつを入れます。はい、このぐらいでだいぶ細かくなったんで、これをボウルに入れます。このぐらいになりました。パプリカ、包丁洗っていきます。はい、あとパプリカを少し、粗みじん切りにします。誰を意識してるかっていうと、ブタさんを意識してペイントしました。あと少し人参、鮮やかになるかもしれないですね。すみません、中火で15分でした。パクチーもちょっと
て食べるのに、マヨネーズ少々、ケチャップ少々、ちょっと少し塩、レモン汁少しかき混ぜます。でお好みで好みでマスタードつけて食べるのもいいです。ちょっと見てみようかな。うわ、なんか知らないけど結構膨らんでます。はい、だいたい15分ぐらい経ったんで、どうやって取るかな、これ。はい、どうでしょうか、これ。あー、OK。 少し汁が出ますね。はい、こんな感じに出来上がりました。結構赤、人参とパプリカの色が鮮やかで美味しそうじゃないですか。それではまた試食します。スライスして盛り付けます。はい、切り終わりました。それでは飾り付け、はい、これで完成です。ポーク、フロニャ、ボローニャ、完成したんで実食したいと思います。あっと、ではどうでしょうか。結構いい色してますね。これに少しタレをちょこっとつけて実食します。はい、いただきます。なんか空気を抜くっていうやつ、それをしっかりやって、あともうちょっと細かくして、味付けは、少し薄味なんで、このタレとか、あとスイートチリソース、それとかあとマスタードをつけて食べたら美味しいと思います。でこれもこのソースでつけるとまたすごい美味しいです。今日は点数は100点中、結構うまくいったと思うんで、95点かな。
っと早く手際よくできればよかったと思います。味は本当美味しいです、うん、最近ベトナム料理でナンプラー使ってるんで、だいぶ、ナンプラー好みになってきました。したが、それでは、長々とやりましたけど、チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくー。